安子 TV の安です。はい、今日もね、前回に引き続き安子プロとカメラマッツもやってくれてますけど、はい、はい、大人のゴルフ学校さんをまたゲストにお招きして、はい、今回パターモンスターの回第2弾ということで、前回は要はストローク打ち方、まあ打ち方って言っても本当にこのね、ちょっと上げるところができてれば、あとはもうすんなりいきますよということで、まあもう ほぼあれが全てですっていうことで教えていただいて、実際僕もストロークすごい良くなって、まあ、転がりもね音も変わったしっていうことなんですけど、はい、これねパターって打ち方が良ければ入るもんじゃないじゃないですか、うん、これね絶対前回のコメントめちゃめちゃ入ってると思うんですよでみたいな、そこ今日ちょっとねお聞きしていきたいなと。考え方として、はい、やっぱり皆さんすごく興味あるのが距離感の出し方とラインの読み方、うん、要はめちゃめちゃいいストロークでも変な方向は打ってたらダメだし、めっちゃショートしちゃったら意味ないわけじゃないですか、うん、この辺が打ち方を良くすることによって、まあ、何がこう変わるのかとかっていうのをちょっと、はい、お聞きしたいんですけど、はいまあその打ち方が良くなって何が良くなるかっていうことですよね、うん、そうそうそう、はい、でもまずはラインを読みやすくなる、あそうラインの面で言うと、うん、ラインが読みやすくなるんです、はい、で距離感が合いやすくなるそれはもうでしょうねって感じなんですけど、うんはい、じゃあ分かりました、距離感はどうやって考えるんですか、考え方としては距離感はもう本当にもう感覚なんでその人の、あなるほどなるほど、そうだからちゃんと、うん、ストロークしてボールが打ちたい時に叩けてたら、うんうんうん、その感覚っていうのはもう必ず手に残ってくるんですよ、あな、うん、あじゃああれかそのいわゆる距離感の出し方はいわゆる一般的に言われてるじゃあ例えば 1m、3m、5m、ね、10m とかを、まあ、自分の基準となるものを練習の中で、はい、力感だったり振り幅だったりっていうのとで、掴んでいきましょうねっていうのはもうそれは合ってるんですか、そうです合ってますね、ただあなるほどね、うん、その要はこの打ち方ができてない以上、うん、要は毎回違った打ち方だったり当たり方をしてしまってるから、うん、いくらそういう練習をしても距離感が合いませんよってこと、そうですね、なるほど、はい、じゃあ皆さんねこの打ち方をしてした上で練習しましょうね、はい、はい、そうここからスタートですよね、うん、そうですね、はい、OKOKOK、じゃあ距離感はもうこれで練習自分の中で掴んでいく、もうそりゃそうっすよね、まあそうですね、なんか別に距離感 5m の打ち方みたいななんか打ち方のね、はい、メソッドがあるわけじゃないですからね、まあ、それはもう自分の力感で掴んでいくと、そうですね、はい、OK、まあこれでね、これからみんなが一緒にこの打ち方で練習していきますよね、はい、はい、ということで、あと何そのラインの読み方が変わるんですか、そう、ラインの読み方も変わってきます これ、まあ、なんでなんでってなって、その前に転がりが良くなってるんですね、ああ、なるほどなるほど、そう、だから、うん、その、開いて入って、うん、かぶせて当てる、開いて入って緩めて当てる、うん、じゃあ、なんかこう、転がりっていうのはもうスピードがバラバラになるんで、うんうんうん、でもそこが一定になってくるんで、まあ、転がりが良くなる、ああ、はい、はい、ああ、そっか、ちゃんと毎回こう、まっすぐな状態で当たる、まあ、打ちたいところで打てるってことですね、はい、弱になってくると、で転がりがいいっていうのは何かっていうと、もう回転数が上がってくるんですよね、うーん、だから地面にへばりついて転がってくるっていう、うんうんうん、ボールの転がりに変わってくるんですよ、うんうん、で何が起きるかっていうと、多分あんまり傾斜で曲がらなくなる、その軽いラインだったら、うん、なるほどなるほど、あじゃあ要はまっすぐ目に見てしまってもまあ入る、そうですね、もうなんかもうちょっとしか切れないんで、カップの方を打ってれば転がりが良かったら結構入っちゃうっていうような感じです、まあ、明らかにスライスするとか、はい、明らかにフックする、もうカップ何個分も外さないとダメだよねっていうのは、それはもうさすがに分かるという前提で、分かった分かった、すごく僕やっぱラウンド中にあるのが、どっち切れるか微妙にフックかなみたいな、微妙にスライスかなみたいな、切れるかまっすぐかみたいなところをしっかりまっすぐ自信を持って打てるってことですよね、そうです、ね、はい、なるほど、それ確かにでかいな、その場面めちゃめちゃ多いですもんね、うん、ラウンド中ね、そうです、もうね、もうめちゃくちゃ曲がるとこって、うん、まあ別に入らんでいいじゃないけど、うん、もう難しいじゃないですか、確かに確かに、でももう微妙に曲がるときに自分の転がりがいいからって、カップのもうほぼほぼカップ狙って打てたら、うん、
もうで打ち方がうまくできたらそのまま入るっていうのが上がってくるんですよ、ね、確かに、はい、なるほどね。まあじゃあ回転が良くなることによって、はい、ラインはまあちょっと浅めに見ても入るようになると。そうです。なるほど。でもそれってなんかじゃあ浅めに見てなんかオーバーしちゃいそうじゃないですか。これがね、しないんですよ。しないんですよね。転がりが良かったらその強く出てるわけじゃないんで、もう転がりが良ければ芝を乗り越え、あの傾斜も乗り越えていく。なるほどなるほど。同じタッチで転がりが変わるんだ。そう、回転が良くなったら。はい、これはちょっと盲点というか、うん、なるほどね。なんかライン消しに行くからしっかり打つみたいな感じかと思ったけど、じゃなくてジャストでもちゃんと転がりが良くなる分ラインが浅くなっていく。そうです。だからまあカップイン率が上がる前に、まあこうナイスパッティング率が上がってくるみたいなね。なるほど。でその後カップイン率が上がってくるっていう、はいはいはい、もう単純にそんな感じですね。なるほど。なんか、ね、みんな順回転順回転言うけど、そんな順回転がなんぼのもんじゃいって思ってたんですよ、正直。そんなにメリット感じられてなかったんですけど、じゃあそういうラインを浅く見れる、だから要は自信につながりますよね。ああもう気持ち的にも楽ですね。だからみんな順回転って言ってんのか。俺マジで知らなかったっす。それ俺だけかな。皆さん知ってました？はい、なるほど。そういうメリットがありますと、うん、はい、じゃあ、はい、順回転のメリットってなんか他にもあるんですか？いやなんかあのカップに蹴られることってよくないですか？めっちゃありますよ、うん、俺ね動画見ていただいたんですけど、こうプリンってあれ相当うざいですよ、ね、うざいっす、うん、え、あれがなんか巡回転なんか関係あるんですか？あれがまあ例えばもうちょっとね横回転とかもうそういうのかかってたら、うん、蹴られるんですよね。ああなるほど、うん、まあ、俺のじゃあパッティングは横回転が結構入ってる説まあこんなんじゃないにしても真下じゃないんでなるほどなるほど。もう巡回転ってもう真下じゃないですか、はあ、だからもう少しでもカップの中に入ればスコッと真下に落ちるんですよね。なるほどね。カップの底に向かって回転してるわけだ、うん、カップに入るための回転みたいな感じです、ね、それいいじゃないですか。いいです。カップに入るための、はい、順回転はカップに入るための回転なんです、はい、熱い。めっちゃいいじゃん。めっちゃキラーワード。それぐらい言ってほしいですね、うん、いやでもそういうことですね。そういうことです。じゃあ、はい、結果、まあ、いわゆるねそのカップのどこからでもこう、はい、ストーンって入るみたいなイメージですね、うん、そうですね、うん、はい。じゃあ、 まあカップ広く使えるとかそういうのにつながっていくわけ、うん、そうなんですよ。だからあんまり外さなくてよくなるし、カップにも引っかかりやすい。そうかそうか。もう自然に入ってしまうことなんですか、それって。確かにそれは自然に入ってしまう。すごいよね、やばいこと話してるはず。まあカップイン率が上がるっていうことですね。上がるんですね。まあ順回転、はい、まあそれぐらいね、うん、よく言われてることですけど、うん、まあそういうメリットがあると、うん、それがね、なかなかみんなできなかったわけですよね、うん。そのためにね、フェイスミーリングとかね、こういろいろ工夫したり各社やってますけど、結局あれも曲がって入ったらね、順回転なんないわけだから、はい、なるほど。これ結構、やっぱりあの打ち方は画期的ですね。まあ、順回転を生むための打ち方って言ってもいいですよね。確かに確かに、うん、そうですね。ピュアロールストローク。ピュアロールストローク。それでいきましょう。ね、いろいろ名前今回つけました。ザ・サードストローク。ザ・サードストローク。ピュアロールストローク。あともう一個なんかあります。今ないです。いや、今ないです。今ないです。でもあれですよ、注意点としては、はい、今までの打ち方と同じ感じで打つと飛びすぎちゃうっていうのはありますよね。あります。ああ、そうなんだ。回転が良すぎちゃうんで、うん、あ、なるほど、なるほど。今までと同じストロークがめっちゃ飛んじゃうとかっていうのはよくあるかなっていう。だから距離感をまた、うん、まあ、一回作って、そうですね。なるほどね。再構築できるみたいな感じの。うんうん、まあでもね、その別に今まで培ってきたものが無駄になるわけじゃなくて、うん、良くなってるから、うん、改めて作り直すときは絶対作り直しやすいですよね。もちろんです、もちろんです。なるほどなるほど。だからそれはね、いいと思います。今まで、ね、基準なんて合ってないようなもんだったんですからね、うん、ほとんどはね、おそらくわかんないんですよ。俺、まあ、俺はそうだったから、だいたいこんぐらいかなみたいな、パチンみたいな、あ、オーバーしたみたいな感じだったのが、しっかり合うようになると、うん、なるほどね。まあ、要は再現性も高まるってことですよね、うん、はい、もう全部良くなる、全部良くなって雑に、まあ、次生まれ変わるじゃないですか、うん、そっちからの方が今までのキャリア抜くぐらいやっぱり感覚良くなる、うん、なるほどね、うん、質問に上がりやすいところとしては、まあ、距離感とライン、うん、そんな感じですか、うん、そうなんですね、距離感、まあ、やっぱり距離感多いですね。聞きたかった、ライン、まあ浅くは読めるっていうのは一つあるわけじゃないですか、うん、ラインの
あの安牛流ラインの読み方、はい、お、いいですね、はい、これちょっと聞きたい。まあ、あの基本的にはですね、カップの入り口を先に見つける。ああ、そこなんだ。そう、まずはですね、あ、まあ、カップに対してどこからこう、まあ、まっすぐなのか、まあ、例えばフックラインだとしたら、うん、まあ、曲がりが浅かったらここかな、はい、ここかなとか、深かったらここかなって、結構もう点で決めるんですか、あの辺みたいな。もう、まあ、大体こうすごい傾斜があったらこう、こう点ですね、はいはいはい、点、なるほど。で、その後、そこから入る、うん、もうラストの例えば1メートルだったらラスト10センチ、こう、こう入るのかな、うん、でそこが頂点になってくる、まあ、2メートル、3メートルって頂点を次見つけるんですね、うん、ここから入る、まあ、頂点を、まあ、曲がりの頂点です ね、うん、そうですね、曲がりの頂点を見つけて、カップの入り口を見つけて曲がりの頂点を見つけて、うん、で頂点に打っていく。あ、なるほどなるほど。頂点に向かって、距離のタッチはそのカップへの距離で打っていけば、はい、うん、もうそれ以上、以上です、はい、すごっで、その頂点を、まあ、できるだけ手前にこう、うん、でこう自分のポイントとして持ってこれたら、その方向をね、はい、まあ、その方向を感じる、いわゆるスパットみたいな、ね、うん、そうですね、はい、はい、その言葉も出てこなかったスパットをまあ近くに持ってこれたらなんかいいよねみたいな感じですか、うん、でもまあその頂点目指して打っていくんで全然いいですよね、うん、なるほどね。で頂点までに曲がるんじゃないかとか、そうね、これよく、ね、よくあるでしょ、まあ、スネークはちょっともう難しいんですけど、うん、転がりが良かったら頂点まで行ってくれます。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあもうその頂点、まあ、付近のラインを見ればいいってことですか、はい、頂点以降が読めてたら、でその曲がりの頂点目指して打ってるっていう、もう結構シンプルでしょ。入り口見つけて、うんうんうん、頂点見つけて曲がりの、うんうん、でそこに打っていく、うん、そこの転がりの質が良ければそこにたどり着きやすくなる。はいはいはい。え、じゃああんまりの近くのラインとかはそんな気にしないですか、うん、そうですね、あんまり気にしないですね。あ、そうなんです、うん、これが多分でも巡回転のメリットなんでしょうね。そうなんです、うん、最大のメリットですね。安牛を相当入れてくるんで、その安牛が気にしてないってことは僕らも気にしなくていいんでしょうね、うん、なるほどね、はい、なんかよくされる質問とかってあります、そういうところで。もうさっき出たの、うん、でもう一番やっぱ距離感なんですよ ね、 あ、なるほどね。もう距離感が一番出るし、で、うん、まあ、あのラインの読み方、うん、あとはそうですね、もうあんまり出ないです。もう2つが、もうその2つが一番多いです。あ、でも皆さんね、こうやって自信を持って打てるようになっていくから、うん、もう、あ、あと距離感とライン分かれば入るわって言って帰るんでしょうね。そんな感じはい、まあ、いや、実は、もうね、これね、動画も結構、理論が、奥が深すぎて、実は撮り直しとかしてるぐらい、やばいんですけど、今回の、まあ、前回のね、打ち方のところで動画に流した部分、これでほぼ打ち方としては多分ほぼ全てですよね、うん、そこからもう枝葉の部分はめちゃめちゃあるんですけど、それはもう今後ね、ちょっとずつ出していこうかなみたいなふうに思ってますけど、ヤスーシーは今四国にね、愛媛の方に活動してますんで、はい、まあ、そのうちね、こっちに出てきてくれるんじゃないかと思ってますけど、はい、まあ、愛媛の四国でね、こういうヤスゴルを見てくれてる方はぜひヤスーシーのところにね、行って教えを。毎月東京来るんで。あ、そっか、毎月東京来るから。東京いるんで。あ、そっか、まあ東京でですまあなんか僕の SNS だったり、みんなの SNS とか、なんかね、僕ヤスゴルの YouTube でもいろいろそういうレッスンの情報とかをね、今後公開していきますんで、ぜひそういうのね、ご興味あったら見てみてくださいって感じですね、うん、で、これのヤスーシーの実はこのもう一個あるんですよ。まあこれが第2話だから中編ですね、後編じゃなくてね、はい、第3話、これがなんとねこれストロークできるようになったじゃないですか。でもなんかあれだなみたいなのがやっぱ残るわけですよ、うんうん、何かってパターですこいつ、これクラブパターフィッティングがえぐいらしいんですよ。多分もう安牛にしかできないパターフィッティング、これがあるらしいんで、これをちょっとまたこの次の回で
出していきたいと思いますんで、まあ、どんなもんなのかっていうのと、あと僕パター多分買うんで、僕が何を買うのかっていうのも含めてちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますんで、ちょっとね、もう今回なんかすごい3回連続安牛みたいになってますけど、もう安牛すごいんでね、あ、本当にね、あの50代とかでポコポコラウンドね回ってくるらしいんで、次50代出すらしいですよ、ちょっとね、一緒に回ってくる次のラウンド動画で50代出してくれたら結構ね、50代出しますやばい、出すんで2分の1の確率で出すんで、ね、はい、2回に1回は50代みたいな、ね、2回に、あ、うんあ、うんってね、出すか出さないかっていう意味でね、そうそうそう、ね、どうしようかなみたいな、これは出してもらいましょう、どうしようかな、多分めちゃくちゃ煽るんで僕ら、はい、はい、はい、ということで、まあ、ちょっと、ね、前回は打ち方で、今回はまあ第2話ということで、まあ、距離感だったりラインの読み方どうなるのっていうことで、まあ、距離感はやっぱり作っていくしかないと。ただやっぱりその今までの打ち方より今回のストロークができていれば再現性の高い、うん、あの打ち方ができるということで、距離感も以前に比べてはもう絶対作りやすくなる、作りやすい、合いやすくなってきますよと、うん、で、ラインの読み方に関しては、まあ、安しい流だと、カップの、どこから入るかというのをまず決めて、まあ、その手前のラインを読んで頂点を決めてそこに向かって打つと、もうそれだけと、はい、これが順回転のメリットと、はい、やっぱピュアロール、順回転ストロークなピュアロールなんですか、ピュアロール、ピュアロール、順回転、はい、いいな、いいですよね、いいですね、はい、ということで、はい、パターン、ね、奥が深くてね、いろいろあると思うんですけど、でもこれすぐ試せるし、すぐ感じられるんで、ぜひちょっとやってみてください。はい、で次回は、僕のパター選びをお届けしたいと思いますんで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、そして SNS と、大人のゴルフ学校のチャンネルもぜひ登録をお願いいたします。はい、安牛、次もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、バイバイ。